ほとんどの人が夢に入って最初に行く場所といえばオーディショッピングセンター。ここの無教ショップはすごく有名なんだ。その他にもいろんなブランド品とか洋服とか流行のおもちゃ屋さんとか、それからカーディーラーまであるの。十分なルーサンコインがあればどんなものだって買えるよ。そういう商品は夢の中で使えるだけじゃなくて、追加サービスを利用すれば現実世界に持ち帰ることもできるの。でもカーディーラーの窓口は最近公開されてないから、車を買うのは別の機会にしてね。ショッピングセンターの外側は広場になってるの。こっちに来て、美味しいものをご馳走してあげる。ここだよ。夢の中では上が一番貴重なスパイスだって話聞いたことある？ここにはピノコニーを代表する料理がほぼ全部揃ってるの。クロックピザにオークロールにルーサンサラダ、あと定番のスラーダも。好きなものを選んでね、私がおごるから。どういたしまして。見て、この像はピノコニーの有名なキャラクタークロックボーイ。ピノコニーで一番歴史のある有名なアニメで、美しき夢の街で暮らす主人公クロックボーイとその仲間たちの冒険を描いてるの。これまでに1万話以上放送されてるんだよ。だよね、私も可愛いと思う。でも知ってる？クロックボーイのモデルってあの有名な時計屋なんだって。知らないの？時計屋はピノコニーの歴史上の伝説的な人物で、無教世界の創始者、夢を現実に変えた人なんだよ。時計屋の羊については諸説あってね、宇宙から来た商人とか監獄制の囚人とか、はたまた時計屋はただのシンボルでそんな名前の人は最初から存在しないって主張する人もいて、誰も彼の素性を知らないけど誰もが彼の成功を再現して次の時計屋になりたいと思ってるんだ。彼の事跡は銀河に伝わり、夢を抱いた人たちが次々と押し寄せてきて、次から次へと宴会を開き、今の宴の星を作り上げた。だからピノコニーでその名前を知らない人はいない。アニメのクロックボーイはおっちょこちょいで自慢話が多いけど、私ね、時計屋は七死人だって説を信じてるの。だって夢を開墾するってすごく開拓っぽいもん。あ、今ふと思ったんだけど、もし時計屋が本当に七死人だったら、彼は君の大先輩ってことになるよね。ねえ、彼と記念写真撮りたいと思わない？撮りたいなら私が手伝ってあげる。うん、じゃあスマホ貸して。クロックボーイの顔に何かついてる？助けて！助けてみー！ここから出して！助けてみー！うん、いい感じ。君って写真写りがいいんだね。恩返しする。
ロックボーイの像がどうかした？なんで急にジャンプしたの？角張った小鳥。でも私は何も見てないけど。君が大丈夫なら次の場所に移動しよう。ここからそう遠くないからついてきて。あの遠くの建物が見える？あれが有名な大劇場、ピノコニーのもう一つの重要なランドマークだよ。すごく独特な輪郭をしてると思わない？現実世界ではあれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無境の中で回収して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一琥珀期に一度の調和セレモニーではファミリーのメンバーが劇場に集まってハルモニア聖歌隊を迎え、ピノコニーに永遠の平和の祝福をもたらすの。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐコンコハク期の調和セレモニーが始まるから早めに席を取りに来てね。ここは黄金の時で一番規模の大きい公園で、ピノコニーのソーダ文化のシンボルでもある。あの超巨大なソーダボトルがスラーダ社の本社ビルだよ。スラーダの起源は監獄時代に流行った甘い薬で、スーサさんが発明したからスーサ水って名前が付けられたんだって。それから青函商人のエディオンがビジネスチャンスを見出してスーサ水のレシピを買い取ったの。彼はそれに大量の気泡を加えてスラーダと名前を変え、さらにシロップ主義を打ち立てた。スラーダを飲むことは新しい生活様式だと主張して、それによって今日の奇跡的な成功を収めたんだ。知ってる？スーサ水の最初のレシピではユメミグサっていう今では絶滅した原料が含まれてたの。だから今ではピノコニーの夢でしか初代スラーダを味わえないんだよ。それにここでしかシロップ主義の本当の意味を理解することはできない。時間は人を待ってはくれない。早速だけどいろいろ案内してあげる。管理人さん、こんにちは。私の友達は初めてピノコニーに来たんだけど、彼女のためにエディオンコインを交換してくれない？もちろん構いませんよ。無教パスポートを見せていただけますか？氏名は、はい、パスポートとコインをどうぞ。楽しい時間をお過ごしください。コインは全部で何枚ある？全部で10枚ですね。これでピノコニーのいろいろなアトラクションを存分に楽しめますよ。ありがとう。ほら、近くのアトラクションを体験してみよう。とりあえずの目標はコインを全部使い切ること。うん、思いっきり遊ぼう。楽しんでる？この夢の地、ピノコニーの黄金の時ってすごいと思わない？だよね。慈愛に満ちた寛容な夢、まるでファミリーそのものみたい。広大で深くて、まるで大海原のように名もなき小さな人もその中では安心して眠ることができる。君が助けてくれたこと本当に感謝してるの。そのおかげで私はこの楽園を紹介することができるから。
私はここに属さないけど、ここは私を受け入れてくれた。私もここを愛しているから、他の人と共有したかったんだ。私は少なくとも今は、そのもう少し近くに来てくれる？もっと近づいて、君に聞きたいことがあるの。ねえ、君はピノコニーに一人で来たの？あ、そうだったんだ。気づいてるかどうかわからないけど、私さっきから君を連れて遠回りしながらいろんな場所を案内してるの。それは誰かが君の後をつけてるから。振り返らないで。彼のターゲットが君なのは間違いない。私たちがギャラガーさんと別れた時からずっとついてきてる。君の友達かなとも思ったんだけど、なんとなく違う気がして。その人の身長は180センチ前後、誤差は2センチ以内。体格はたくましくて、明らかに鍛えてるのがわかる。歩幅は大きいけど足音は聞こえない。とても軽快で、こういう歩き方は足跡が残らない。彼は戦闘に長けてるみたい。特に秘密裏に行われる戦闘に。手のひらは大きいけど指は細長くて柔軟。多分刃物の扱いに慣れてるんだと思う。探検とかナイフとか。そういう人知り合いにいる？ワインレッドのコート、グリーンの瞳、ダークブルーの髪。あ、来た！おや、僕の大のお得意様、開拓者のお姉さんじゃありませんか。本当に久しぶりですね。まさかここであなたにお会いできるとは思いませんでした。いやはや本当に運がいい。はい、あなたの親友サンポです。正真正銘本物のね。僕に会ったことがそんなに意外ですか？これも全てあなたのおかげ。ヤリーロ6の門戸が開かれたんですから。この人は？おや、美月さん、僕のことを忘れてしまったんですか？ベロブルグではあんなにあなたたちを手伝ったのに。私はホタル、アイリス家の役者だよ。ああ、そうでしたか。やっぱり。それほど時間が経ってないのに、こんなに大きく顔が変わるわけありませんもんね。お会いできて光栄です。僕は散歩、彼女の古い友人です。よろしくお願いしますね。僕たちはますます波長が合ってきたようだ。サンポさんはピノコニーで何をしてるの？何をしているかって？お嬢さん、面白いことを聞きますね。あちこち歩き回ってハクチュームを見て休暇を過ごしているだけですよ。ピノコニーで他にできることなんてないでしょ。あ、そうそう、ちょうどよかった。せっかくピノコニーで会えたんですから、よければ僕にこの近くを案内させてもらえませんか？あなたたちのことはずっと観察していました。ホタルさんは本当にピノコニーのことをよく知っているようですが、大人の遊びについては僕の方が一枚上手かと。大人の遊び？どうやら図星のようですね。
さあ二人とも、この散歩が大人の世界を体験させてあげましょう。